やってきました850フィアット850スパイダー。シリーズ1だと思ってたんですけど、シリーズ2で年式で言うと1970年っていうことでした。オーナーさんに聞いたところ。で、850スパイダーについて、簡単に説明すると、フィアットは皆さんよくご存知の、チンクエチェント 500cc のやつ、ルパン三世が乗ってるやつが500なんですけど、500 の、 チンクエチェントの前にできてる、実はこれの、先祖というかこれの前のモデルがフィアット600セインチェントってやつがいるんですけど、それは直列4気筒の水冷エンジンで、それが先にできてたんですね。50年代多分後半ぐらいだと思います。1950年代後半で、それをより簡素化して作られたのがチンクエチェントなんで、もう物としては全く別物で、エンジンも違うし、サイズも若干チンクの方がちっちゃい。600が、ボアアップされて 850cc エンジンになってで、フィアット850になってから、ボディのタイプが、スポーツクーペとかベルリーナセダンですねとか、できて3タイプあるんですけど、そのうちのフィアットスパイダー850スパイダーっていうのがこのシリーズになります。エンジンは同じでコンポーネントは一緒なんですけど、ボディのタイプを変えてっていうスタイルですね。だから、今もねそういうことやればいいんですけど、今なかなかそうあんまりそういうの見ないタイプで、フィアットのこの850シリーズっていうのが結構その手の車の中じゃ一番有名だと僕は思ってます。はい、じゃあちょっとねディティールを、まずこのね顔ね、ヘッドライトがこんな感じで、850のシリーズ1はこの目ん玉が寝てますね。ペトーッと寝てて、で上にこうなんて言うんだろう、ライトカバーがつくんですけど、昨日オーナーさんにその辺の話聞いたら、ランボルギーニミューラーと同じものだそうです、ここの、ヘッドライトカバーが。で、ダーッときてテールライト見えますか、ちょっと暗いけど、これもミューラーと同じものだそうで、結構古いヨーロッパ車って、当時その同じ年代の車の部品を結構寄せ集めて作ってたりとかするんで、ね、この辺のこれも多分このウィンカーもなんかとも一緒ですよね。これもね、なんか見たことよくあるし、はいね、このアイブローっていうかここが非常になんか可愛らしい、シムカとかね、あの辺のとも、共通したデザインな感じですね。で、850の、スポーツクーペじゃないや、850スパイダー、これ、ベルトーネデザインで、結構ね、ピニファリーナとか、ベルトーネ、ジュージアーロなんてすごいイタリアの車デザイナーで有名なのいますけど、これはベルトーネデザインで、この B のマーク、フィアットだとあとは X19 が、ベルトーネのデザインだったと思います。この多分好きな人は一発で分かると思うんですけどね、このラインやっぱベルトーネだなっていう感じで、ちなみに僕は、ピニファリーナがこんなね、こんな見た目とこんななんかアメリカンな野郎なくせに、僕ピニファリーナが大好きでして、もうフィアットディーノは、ピニファリーナの最高傑作だと思ってます。あのディーノフェラーリじゃなくてね、フェラーリディーノじゃなくて、フィアットディーノ、あれの、スパイダー、あれは最高にかっこいい車ですね。いつかやってみたい。で、この車なんですけれど、シートがですね、これはあのオーナーさんが好みで、見つけてきた、マセラッティです、シートは。
かっこいいですよね、マセラティ。やっぱオープンモデルなんで、こう中がカパッと見えるから、なんかこう目を引くシート入ってたりするとね、ちょっとおってなるんで。で、今ダッシュは外されてるんで、この辺はもうドン柄です。で、あとドアパネルもね、今回は、ちょっとカスタムドアパネル、まあカスタムといっても、この車に一応合うようなデザインでちょっと手を入れようかなっていう感じで、まあ、このマセラッティのシートがこういうダブルステッチのタックロールが入ってるんで、ドアパネルの、この辺がアームレストで、ここから上ですね、この辺りに、まあ、ここのデザインと似た感じの、まあ前回のシートの名称でいうところの、叩きを入れるって感じですね。このラインあたりに叩きを入れる予定です。で、あとこの肝が、今回はこのスパイダーなんでホロがあるんですけど、ホロを一応、オーナーさんが部品持ってきてくれたんで、それを、付け替えるんですけど、なかなかこのホロって、まあ、現行車もそうなんですけど、結構取り付け取り外しって難しくて、特に古い車はまあ、この取ってもらってる部品の精度もあるんで、まあちょっと様子を見ながらじっくりはめていかないと、なんかね、不具合があるかもしれません。ホイールはね、 ATS ですね。実は僕のビートルも、初期は ATS のまさにこのタイプを履いてましたね。ここのカットが何パターンかあるんですけど、僕のもこれだったかな。フィアットはね、結構カンパのホイールとか多いんで、僕の実は親父もですね、850のスポーツクーペっていうのをもう40年以上持ってるんですけど、親父はカンパを履いてます。はい、親父のはね1967年式なんで、これよりちょっとだけ古いタイプですね、850の。でもこれとほぼコンポーネントは一緒で、ただ親父のやつはね、右ハンドルで、当時何て言ったっけな、太陽モータースって言ったっけな、ディーラーが太陽モータースが、輸入したディーラー車らしくて、右ハンドルなんですけど、うちの親父のやつは、そいつが当時正規輸入車が40台しかなかったらしくて、そのうちの1台みたいですね、うちの父ちゃんのは。でこれ今気づいたんですけど、オレンジが俺のビートルとよく似てますよね。なんか塗り替えがほとんどしてないオリジナルペイントだっていうことなんで、70年代ってやっぱりこの手の色が流行ったんですかね。うちのね、俺のビートルも、ブリリアントオレンジっつって、あれは当時の純正色で、まあ、多少塗り直してあるっぽいんですけど、ほぼほぼこんな感じの色ですね。いやー、しかしこのやっぱラインがね、かっこいいんだよな。どうすか、わかんねえか。かっこいいんですよ、ちっちゃいくせに。でこれそう、イタリアのデザインって何でもそうなんですけど、写真とか映像で見るとすごく伸びやかで、こうなんて言うんだろうな、写真とかで見るとサイズ感が分かんないんですよね。まあ、近くにこう物がね、分かる大きさが分かるものがあると、あ、ちっちゃい車だって分かるんですけど、例えばこうもう白抜きの広いとこにポンと置くと、この車ちっちゃいの大きいのっていう、なんか錯覚に陥るというか。でもデザイン自体がそれはすごくよくできてて、押しが強いんでしっかりまとまって見えるんですけど、実際こういう車って、実車見るとめちゃくちゃちっちゃいんですよ。この手の車って本当ヨーロッパ車はほとんどそういう印象を受けますね。こう、まあ、ランチャストラトスとかもまさにそうですよね。あれもベルトーネデザインだったと思うんですけど、
あとはアルピーヌで言えば H10 とか、あの辺も写真とかで見るとなんかすごいちょっとマッスルな、ね、オーバーフェンダーだし、マッスルな雰囲気に見えるんですけど、あの実写見ると本当にちっちゃくて、今の軽自動車よりも全然ちっちゃいですね、印象としては。サイズも実際ちっちゃいのかな。こんな感じでね、こういうフュエルリードとかもねすごいね、レーシーかっこいいですよね。あとこの車は、まあ、手動でホロを畳むとここに完全収納されて、このね、これがパターンで倒れるとこう、ここがもう何も、なんて言うんだろう、見えなくなる。本当、イタリアではそういうのバルケッタ、小舟って言いますけど、本当にバルケッタっていう感じで、とってもスタイリッシュでおしゃれな車です。はい。エンジンです。どうすか。いいっすよね、リアエンジン。本当リアエンジン車かっこいい。どういう感じかというと、まあ、こういう感じ、ちょっと分かりづらいけど、分かりますかね、こういう感じですよ。で、これが、さっき言ったフィアット600シリーズからこう脈々と受け継がれているもう名機ですね、フィアットの直四エンジン。最終的にはですね、市販車だと 1000cc までボアップされて、最終的にはアウトビアンキの H12 バルト、あれで、もう最強バージョンを迎えるんですけど、あれが 1000cc で70馬力ぐらい出てますね。でなぜか、850シリーズだけが同じエンジンなんですけど、回転方向が逆っていうなんか意味不明なことをしていて、実際 H12 エンジン、アバルトのエンジン70馬力ブロック一緒なんで乗るんですけど、回転方向が逆なんで850シリーズは結構乗せるのが大変っていう話をうちの親父がしてました。なんか逆回転用のカムが売ってるとかいう話なんですけど、どうなんでしょうかね。でですね、各言う僕も実は、何年前だ、7年前ぐらいまでフィアット600乗ってたんですけど、そいつは、A112 アバルトのエンジンに積み替えて乗ってました。なんで、まあ、600とはいえど 1000cc でエンジン自体はねノーマルだったんですけど、まあとにかく、軽い車体、690キロぐらいしかないんですけど、それに70馬力だったんで、また今のねあの2リッターエンジンのビートルとは全然違った加速感というか、もう回転で持ってくっていう感じで、で噂だと、このエンジン使って H12 アバルトのエンジンは、開発して最終段階では120馬力だかぐらいまで出てたらしいんですけど、まあアウトビアンキにそんなエンジン積んだらもう危なくて乗れないっつって、ディチューンしたもので市販車に搭載したって話で、なんでポテンシャル的には100馬力オーバー全然いけるエンジンだっていう話なんですけど、まあどうなんですかね、本当に出んのかな。実際まあ120馬力出てるエンジンも見たことはあるんですけどね、ちょっと街乗りはねだいぶきつそうだったな、うん。でこのエンジンもオーナーさんの話だとここら辺がねなんかね謎のヘッドを使ってるっていうことで、なんかすごい面白いことをやってるエンジンですね、うん。エキゾーストマニホールドなんかはノーマルですね、面白い形してますけど、キャブがウェーバーのサイドドラフトの40倍、うん。いやまあでもすごい呼吸よくていい、やっぱりこのスカスカ感とかもねたまんないっすね。いやかわいいな、本当にかわいい。そんな感じでですね、フィアットはまずはドアパネルからやろうかな。ドアやりつつ、ちょっとホロばらして、で、ダッシュボードはですね先にいただいて、今ここに
転がってるんですけど、ちょっと割れてるんでパテ打って成形してる途中で、ここにはまるだけなんでね。あと、まあ、ダッシュは今回パテ打って平面取ったら、塗りじゃなくて張り込みます。なんでこの辺の質感に近い似たよった雰囲気の生地を使ってダッシュも張り込むんで、ドアもバリッとしたら見違える感じになるんじゃないかなと思います。ホロはね、黒からターンというかベージュ、濃いベージュみたいなのになるんで、すごい品が良くなると思いますね。はい、そんな感じで作業前のフィアットちゃんでした。で、来月はですね、先に言っとくと、マツダのキャロル360がやってきますんで、そっちもね今から楽しみなんですけど、まあ、とりあえず850、頑張ってみたいと思います。